ヤッホー、嫁です。えっと、旦那の居場所がわかりました。で、旦那から動画が送られてきました。その動画がこちらです。おい、花ちゃん。ここがどこだかわかるかなここがどこだかわかるかな ?In the p h i p p e i n the p p e イイおいもう日本、日本なんか帰んねえからな。日本なんか帰んねえからな、もう。お前もう、お前ともう会うことねえわ。もう俺が浮気したことも、もう忘れな。じゃあね。あのね、なんか、この、まず、最初、この動画が来て、あ、じゃあ、あのー、離婚してくださいっ,つって言ったの。 席を抜いてくれた方がこっちも楽じゃんだからど離婚してくださいって言った後に来たもうなんかもう文章じゃないの動画でやり取りしてんだけど離婚花は文章ねで離婚してくださいって言った後に来た動画がこれですおい花ちゃん花ちゃん元気にしてるかおいここはマニラのジムに来てんだけど花ちゃんにちょっと言いたいことがある花ちゃんは今俺と 離婚したいって言ってて言るよな俺はたとえフィリピンに来ようが離婚はしねえからななんでかというと子供たちに会えなくなるから離婚は絶対にしねえからなお前が他の男と浮気したら俺は慰謝料をがっぽり取るからなじゃあなな、ね、めてないマジで普通にさあのなめすぎじゃない人のことでうちの旦那って本当に。 事あるごとにやらかすじゃん、あいつが。で、事あるごとに、じゃあ、もう、いいよ、めんどくさいから、お前一人になるよって、花言うわけ。あっちがさ、一人になったら何したって、いいわけじゃん。いいじゃんって言っても、絶対席は抜かないって言うのね。それを子供に会えなくなるからとか言って。花、離婚してら、お金いらないっつってるわけ。自分のお金で生活して、子供たち育てていくから、いいです、みたいな感じで言ってるんだけど、なんか、それが多分、あっちからしたら嫌なのね。 一人で生活される、できるみたいなのが。で、子供に会えなくなるっていうのが嫌だから、席は抜かないで、も、ま、う、あ、だから何放置もいいとこ、もう放置の限界値がこれ、みたいな。え、これはやばいよって感じじゃん、さすがに。まあどうせ、2月22日、試合があるので、絶対日本には帰ってくるわけ。で、それまで、舐、まあ、めた行動をとってたら、普通に試合当日にお前のことさらうよって感じなんだけど、 あの、ほ本当うち、あのー、お店ケ、OK、ーなのよ。キャバクラじゃなくて。そういうプロのお店は全然オッケーなの。なんでかっていうと、花が、その、やりたいこととか、あの人が夜のね、営みに関してやりたいこととか、すべて答えることができないから、じゃあプロにお任せした方がいいねっていうことで、でもだからといってそれがバレていいわけではなくて、言わないのも、相手の気持ちを察して、優しさだよねって。 いうことを言ってるから、別に言ったからって報告はいらないわけよ。で、うちは、素人絶対ダメなの。なんでかっていうと、あんまりお金もなかったりとかして、揉めた時に、ちゃんと払い切れなかったりとかされたら困るので、で、うちの旦那って別にさ、じゃあ、その、浮き相手の分のこの、お金も払うよ、みたいな感じじゃないじゃん。はい、そっちがちゃんとそっちでやってね、みたいな感じの、もう最低なやつじゃん。それは分かってるから、素人はダメ、みたいな。 揉めるに揉めきれないからダメですみたいな。もう勝,つ勝手にさ、浮気して、で金ない。もうただのさ、花のさ、ストレス発散要因でしかないじゃん。じゃあもうその子って。その浮気相手の子って、花のイライラを口でグワって言うだけのストレス発散要因にしかならなかったら、もう夫婦だから解決法がないでしょ。だから、そういうのはダメ。で、別に浮気したって金払えるような子だったらいいよ。で、で、しかも、 あの、嫁のことをちゃんと多分、これだけは守ってるはずなの、うちの旦那は。嫁ちょっと変わってんだよね、やばいんだよねっていうのを言った上で、それは言ってるらしいから、まあそれを分かった上でやってるんだったら、いや、OK ですって感じやん。だからもう、何やっていいことと悪いことはあるけど、結構うちゆるゆるだと思う。ズブズブのゆるゆるでやってるはずなのに、こういう感じで、でなんか嫌なことあったら、逃げ回すみたいな。飛び回すみたいな。 本当舐めてるからっていう感じの。まあ、ただ、行方不明でしたっていう動画を上げたので、結果報告として、旦那はフィリピンに逃亡してました。はい、ありがとうございます。